半角運動、半角運動、半角運動、A とは、原子力すなわち、核エネルギーの使用に反対する、社会運動である。反原子力運動や核廃絶運動とも、競技では、核兵器すなわち原子力兵器への反対運動、だけが、半角運動と呼ばれることもあるが、以下の課題も、半角運動に含まれる。特に半角兵器運動については、 平和や人道や環境の立場から核兵器を最終的には廃絶すべきというもの、軍縮により軍備負担を軽減し偶発戦争を避けようとするもの、必ずしも廃絶までは、旧内、非核保有国が核保有国が核兵器を使いにくい、国際状況を作ろうとするもの、相対的に通常戦力での優劣が復活する、逆に核保有国が 核拡散防止を強調するもの、現在の核兵器占いを固定化しようとする国家間の管理や報復戦争による抑止が必ずしも有効とならないテロリストへの核兵器流出を防止しようとするものなどが複雑に関係している。核の軍事利用である核兵器の計画時から現在までの核兵器の開発、保有、使用に関する管理、制限、反対などの動きは 以下の経過をたどっている。1945年6月、マンハッタイ計画に参加していた科学者の一部より、フランクレポートが提出された。1949年、ソビエト連邦が原子力爆弾の保有声明を出すと、1950年に核兵器禁止を訴えるストックホルムアピールが出される。1955年、哲学者、科学者による、 ラッセルイコールアインシュタイン宣言が提示され、1957年からパグボッシュ会議が開催された。1959年12月、アメリカ合衆国、ソビエト連邦、イギリス、フランス、日本などの12カ国は南極における軍事基地の建設と軍事演習の禁止、核実験や放射性廃棄物の域の禁止、領有の主張の凍結、科学調査の自由と、 国際協力を規定する南極条約を締結した。2008年12月時点で加盟国は47、過国である。キューバ危機後、1963年8月、アメリカ合衆国、ソビエト連邦、イギリスは、大気圏内、水中、宇宙空間における核爆発実験を禁止する。地下での実験は禁止しない部分的核、実験禁止条約を締結した。 一方、部分的核実験停止条約に加盟しなかったフランスはアルジェリア等で核実験を繰り返したが、1964年アフリカ統一機構首脳会合でアフリカ非核地対価を内容とする回路宣言が採択された。1967年2月、中南米の14カ国は核兵器の研究、開発、実験、製造、購入、保有、 配備、使用を禁止するラテンアメリカ核兵器禁止条約に署名し、1968年4月に中南米の21カ国が署名し、条約は発効した。1994年1月にブラジル、アルゼンチン、チリが加盟。2002年にキューバが加盟し、中南米の全33カ国が加盟した。 1968年7月国連総会は、核兵器保有国の増加を抑止するために、その時点で核兵器保有国であるアメリカ合衆国、ソビエト連邦、イギリス、フランス、中華人民共和国の5カ国以外の核兵器の保有を禁止し、核兵器保有国に対して誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定する核拡散防止条約を採択した。 しかし、アメリカやソ連は、条約で課せられた、誠実に、核軍縮交渉を行う義務を、みこと加味するどころか、核開発競争に走り核爆弾の保有数を大幅に増やした。インドは、不平等条約であるとして、未加入、パキスタン、イスラエルは、未加盟、また1993年には加盟していた朝鮮。 民主主義人民共和国が不平等条約であるとして、脱退を宣言。1972年5月アメリカ合衆国とソビート連邦は、核兵器の運搬手段である、地上発射弾道ミサイルの保有数を制限する、第一次戦略兵器制限交渉を締結した。1972年5月アメリカ合衆国とソビート連邦は、弾道ミサイルを迎撃する。 ミサイル配備する基地を首都ともう一箇所の基地に制限する弾道弾迎撃ミサイル制限条約を締結した。1973年アメリカ合衆国とソビエト連邦間で各戦争防止協定が締結された。1974年7月アメリカ合衆国とソビエト連邦は弾道ミサイルを迎撃するミサイル配備する基地を一箇所の基地に制限する。 弾道弾警撃ミサイル制限条約の議定書を締結した。1979年6月、アメリカ合衆国政府とソビエト連邦政府は核兵器の運搬手段である ICBM、SLBM、戦略爆撃機と複数弾頭化、マーブを制限する第二次戦略兵器制限交渉に署名したが、アメリカ合衆国上院は ソ連のアフガニスタン侵攻を批判して批准せず無効化した。1985年6月、南太平洋の13カ国は核兵器の研究、開発、実験、製造、購入、保有、配備、使用を禁止する南太平洋比較地帯条約を締結した。1987年12月アメリカ合衆国とソビエト連邦は 射程距離が 5500km 以下の弾道ミサイル、巡航ミサイルとそのミサイルに搭載する核爆弾を1991年までに全廃する中距離核戦力全廃条約を締結。条約に基づいて廃棄が遂行され、1991年に米ソ両国政府は相互査察により条約が定めた廃棄を確認した。 1991年7月アメリカ合衆国とソビエト連邦は戦略核爆弾を6000発以下に削減し核爆弾の運搬手段である地上発射弾道ミサイルと潜水艦発射弾道ミサイルと戦略爆撃機の合計を2001年までに160機器以下に削減する第一次戦略兵器削減条約を締結した条約に基づいて廃棄が遂行され 2001年に、米ロ両国政府は、相互査察により、条約が定めた廃棄を確認した。1993年1月、アメリカ合衆国政府とソビエト連邦政府は、戦略核爆弾を3500発以下に削減し、核爆弾の複数弾頭化、マーブを禁止する、第二次戦略兵器削減条約に署名し、 アメリカ合衆国上院は1996年1月に批准したが、ロシア議会は批准せず、米ロ両国政府は1997年9月に条約の履行を2007年に延期するとともに、ミサイル防衛システムの配備を規制する第二次戦略兵削減条約の議定書に署名し、ロシア議会は2000年4月に条約と議定書を批准したが、 アメリカ合衆国上院は議定書を批准せず条約は発行していない。1994年12月、国連総会がいかなる事情のもとにおいても核兵器の使用または威嚇は国際法上許されるかについて国際司法裁判所 ICJ に韓国的意見を要請することを決議。1996年7月 ICJ は 核兵器の使用、または威嚇は、武力紛争に適用される、国際法の初規則、特に国際人道法の原則及び規則に、一般的には違反するだろう。としながらも、国家の存亡そのもののかかった、自衛の極端な事情のもとでは、合法であるか違法であるかを裁判所は、結論できない。とした上で、全ての国が、 核軍縮交渉を誠実に行い、それを達成する義務がある。と宣言した核兵器の威嚇、または使用の合法性国際司法裁判所、韓国的意見参照。1995年12月、東南アジアの10カ国は核兵器の研究、開発、実験、製造、購入、保有、配備、使用を禁止する東南アジア非核地帯条約を締結した。 1996年4月、アフリカの42カ国は、核兵器の研究、開発、実験、製造、購入、保有、配備、使用を禁止するアフリカ非核兵器地帯条約、ペギンダバ条約を締結した。1996年9月国連総会では、あらゆる場所における、あらゆる形態の核爆発実験を禁止する。 包括的核実験禁止条約を採択した。条約の発行には、原子炉を保有するすべての国の加盟が必要だが、アメリカ合衆国、政府は署名しているが上院は批准していない。イスラエル、イラン、インド、インドネシア、エジプト、コロンビア、中国、朝鮮民主主義人民共和国は未加盟であり、条約は発行していない。 2002年5月アメリカ合衆国とロシアは、米ロ両国の配備済みの戦略核爆弾と、その運搬手段、ICBM、SLBM、爆撃機を2012年まで2700から2200発に削減する、ただし廃棄は義務付けず保管は任モスクワ条約を締結した。2002年6月アメリカ合衆国は、ミサイル防衛システムを配備するために、 弾道弾、迎撃ミサイル制限条約を破棄した。ロシア政府は、アメリカ合衆国政府が弾道弾、迎撃ミサイル制限条約を破棄したことを要しに、第二次戦略兵器削減条約の発行と履行をする意義は失われたと表明した。2006年9月、中央アジア5カ国は、核兵器の研究、開発、実験、製造、購入、保有、配備、 使用を禁止する、攻め条約を締結した。米ロ英仏中も、冷戦時代の最盛期と比較すると、核兵器保有数を削減し、5カ国合計で、約2万7千発に削減しているが、2010年現在でも、全廃は実現していない。核兵器廃絶を目指す、各国政府と運動団体は、米ロ両国以外の核兵器保有国である、イギリス、フランス、 中国、インド、パキスタンに対しても、核兵器の保有、開発を疑われている国に対し核兵器税の議論に応じさせるためには、米ロ両国の配備済み核兵器を他の保有国と同程度まで削減するのが最低条件であると認識している。米ロ両国の核保有数が突出している状態で、米国が他国に対して核兵器廃絶を主張しても説得力が非常に 気迫である。2008年12月、国連総会において、日本を含む核兵器廃絶を推進する59カ国の政府は、1994年度から15年連続で核兵器廃絶決議を提案し、賛成は史上最多の173カ国、反対は4カ国、アメリカ合衆国、インド、朝鮮民主主義人民共和国、イスラエル、棄権は6カ国、 中華人民共和国、パキスタン、イラン、ミャンマー、キューバ、ブータンで、1994年度から15年連続で採択された。2009年4月アメリカ合衆国のバラク・オバマ大統領は、アメリカ合衆国大統領としては初めて、核廃絶に向けた核兵器のない世界、核なき世界の演説を行い、ロシアと新たな戦略兵器削減条約、 包括的核実験禁止条約の批准、核拡散防止条約の強化、核管理に関する首脳会議などを提唱した。さらに2009年7月の米ロ首脳会談では、戦略核弾頭の上限を現状の2500前後から1500から1675へ、核弾頭の運搬手段を現状の1600から500から1100へ削減することを合意した。この 核兵器のない世界は2009年9月24日に国連安保理の首脳会合でも全会一致で採決された。同年10月9日にはこれらの功績を含め2009年のノーベル平和賞はオバマ大統領が受賞した。しかし、米国自身は核兵器を一定数保有し続けると明言している。2009年11月、ベルギーのフィリップ・マウー員は 核兵器保有の禁止など、世界的な核廃絶を求めることを発表した。2010年4月、アメリカ合衆国政府とロシア政府は、戦略核爆弾の配備数を1550以下、核爆弾の運搬手段である、地上発射の大陸間弾道ミサイル、ICBM と潜水艦発射の弾道ミサイル、SLBM と戦略爆機を合計した。 配備数を700以下に削減する第4次戦略兵器削減条約に署名した。2010年4月、アメリカ合衆国政府は、ロシア政府との新核軍縮地地味条約の署名に、先立ち核兵器戦略の見直しにより、核拡散防止条約 NPT 加盟国で核兵器を開発していない国に対しては、核兵器による攻撃はしないというドクトリンを表明した。ただし、 核兵器を開発している国に対してはこのドクトリンの適用対象外、つまり核兵器の使用も含めたあらゆる選択肢を否定しない。2010年5月3日、アメリカ合衆国政府は核拡散防止条約 NPT 再検討会議において他の核兵器保有国に対して核兵器削減と核兵器に関する情報公開、透明性拡大を働きかける目的で、 アメリカ合衆国の核兵器の保有数と解体数に関する情報を公開した。2009年9月30日時点でアメリカ合衆国の戦闘に使用可能な配備中、及び配備が可能な備蓄中の核兵器の合計保有数は513発であり、解体待ちの核兵器は数千発、詳細な数値は非公開である。2009年9月30日時点の核兵器の 保有数は、核兵器の保有数が最多だった1967年の31255発と、比較して84%削減し、1989年の22217万2発と、比較して77%削減した。1994年から2009年の期間に、核兵器を8748発を解体し、1991年から2009年の、 期間に戦術核兵器を90%解体した戦術核兵器の保有数は非公開。2010年8月の時点でアメリカ合衆国の戦闘に使用可能な配備中、及び配備が可能な備蓄中の核兵器の合計保有数は5000発である。2012年12月、国連総会において1994年度から19年連続で 核兵器廃絶決議を提案され、ジュネーブ軍縮会議の実質的交渉開始、核拡散防止条約に基づく、核兵器保有国の拡散の抑止、核兵器保有国に対する検証可能な方法による、核兵器削減、包括的核実験禁止条約への加盟、兵器用核分裂性物質生産禁止条約、カットオフ条約を制定するための会議を開催し、 条約採択を目指すとを提案し、184カ国の賛成で採択された。結果として、核兵器保有国の中で、核兵器の完全な廃棄を表明した国は一つもなく、事実上は、核兵器保有数の縮小であり、核保有国のコスト、削減政策の一環に過ぎないという見方もある。しかし、米国が一部の国には、核攻撃をしないことを言明したのは、 大きな前進とされている。世界各地で展開されている核の商業利用への反対運動としては原子力発電や核燃料再処理に対する反対運動、反原発運動が最も多い。反原発運動が世界規模になった出来事は1986年4月26日のチェルノブイリ原子力発電所事故である。これは チェルノブイリ原発事故による死傷や放射能汚染がヨーロッパにも影響を及ぼしたことが大きな要因である。そして2011年3月11日の東日本大震災に誘発され3月12日に水素爆発に至った福島第一原子力発電所事故は地震に誘発された原発の爆発として全世界に衝撃を与え再び世界中で 反原発デモを呼び起こした。年現在の世界の反原発デモでは、チェルノブイリに代わって、福島が昭和される例が増えている。日本では、官邸前で、反原発デモ参加者が、反レイシズム運動や、反秘密保護法運動にシフトするケースが少なからず、見られている。日本の組織的半角運動は、焼津の漁船第五福竜丸の被爆。 1954年3月1日によって東京都杉並区の主婦たちから運動から始まった。八重洲の漁船が水爆実験によって被爆したことによって放射能による死、久保山愛吉や放射能に汚染された魚介類に伴う風評被害などが発生したことが動機である。1955年8月6日に 広島で行われた第一回原水爆禁止世界大会鳩山一郎首相祝辞の準備委員会における被爆者を中心とする国民運動が元となって同年9月1日に広島市長らを中心に原水爆禁止日協議会原水協が発足した原水協の基本方針はあらゆる国のあらゆる核に反対するただ一点での結集であった 冷戦の最盛期であった高度経済成長期に日本では核兵器廃絶運動が高まった。しかし、これらの運動には冷戦のイデオロギー対立が色濃く反映されていた。1954年の第五福竜丸の被爆を機に結成された原水爆禁止日本協議会原水協から1961年ソビート連邦の核実験を機に 民社党系の核兵器禁止、平和建設国民会議、核金会に、松下政、ことぶき議長が、1965年には、すべての核に同等に反対する日本社会党、系の原水爆禁止日本国民会議、原水金が、原水協から分裂して発足した。その後は、原水爆禁止世界大会は、毎年分裂して行われるようになった。 原水峡の世界大会は継続しているが、原水金の大会は、その後社会党が中国寄りになったり解散したりして規模が縮小されている。この分裂を機に、日本原水爆被害者団体協議会、被弾協も分裂し、これを嫌った被爆者の8割が被弾協を大会した。なお、自由民主党系の同種団体は存在しない。核の軍事利用である核兵器、原子爆弾。 水素爆弾などへの反対運動が盛り上がる一方で、核の商業利用である原子力発電や原子力商船計画が高度経済成長期に推進された。2011年3月12日に爆発した福島第一原子力発電所は高度経済成長期の1967年9月29日に着工した施設である。また、原水爆と 原発以外を対象にした反核運動としては、1968年1月のアメリカの原子力空母エンタープライズの入港への反対運動が代表的である。1970年代になると、核の商業利用による災害が日本国内でも日本国外でも起こるようになった。1970年代の代表的な原子力災害として、 1974年9月1日の原子力小船むつの放射能漏れ事故。1979年3月28日の米国でのスリーマイル島原子力発電所事故が挙げられる。原子力小船むつの放射能漏れ事故が起こると、地元むつ市では原子力小船むつの入港への反対運動が起こった。この後、日本では原子力商船は推備した。 1979年のスリーマイル原発事故に伴う反核運動では広瀬隆氏が東京に原発をという著書を表して原子力発電への反対運動を展開した。また、1982年には国際連合総会で日本の被爆者が出席して核兵器の廃絶を主張した。百八十六年四月十六日にソビート連邦で チェルノブイリ原子力発電所事故が発生し、これ以後は日本でも原子力発電所や核燃料、再処理工場など、各施設での災害が目立つようになった。この時期は、1995年12月8日のモンジュナトリウム漏れ事故に伴う、モンジュ訴訟、東海村で2度発生した被爆事故、1997年3月11日の同年爆発事故、 1999年9月30日の JC o 臨海事故を同期に各施設への反対運動としての反核運動が起こった。その中でも日本で最も多い各施設である原子力発電所への反対運動、反原発運動が代表的である。2011年3月11日の東日本大震災によって 日本の東海岸の原子力発電所が被災し、福島第一原子力発電所事故が発生すると、反原発運動という形で、反核運動が起こるようになった。福島第一原発の爆発事故は、被爆地として、反核兵器運動を推進してきた広島市民と、長崎市民にも衝撃を与え、広島、長崎、福島というキャッチフレーズを生んだ。 政府は1994年以降、国連軍縮委員会に、毎年、各軍縮決議案を提出してきたが、2001年11月5日の国連軍縮会議では、政府が提案していた、核廃絶決議案、核兵器の全面的廃絶への同定が賛成多数、採択。決議案が、国連総会の本会議に上帝され、無修正で採択された。 各兵器国は A、フッツが賛成、中、ロが危険、米は反対。反対国は米、印の2カ国。危険国は中、ロのほか、ブラジル、南ア、スウェーデン、アイルランド、メキシコ、エジプト、ニュージーランド、北朝鮮、キューバ、イスラエル、イラン、ミャンマー、パキスタン等。共同提案国は日本、ゴー、レバノン、フィジー。 パプアニューギニアの5カ国であった。広島国際文化財団は、反核運動を世界に広める被爆60年プロジェクト、広島世界平和ミッションとして、核保有国や紛争地へ、中国新聞記者と共に、原水金系広島被弾協の被爆者や若者らを派遣。原爆被害の実態や悲惨な体験の中から、広島市民、県民が歴史の教訓として学び、 育んできた平和と和解の精神を直接人々に伝える運動を行い南アフリカ、イラン、中国、フランス、イギリス、ウクライナ、ロシア、インド、パキスタン、米国を訪れたが中国においては核廃棄運動への協力の呼びかけに日本は反省していない。原爆資料館にも日本軍の加害の記録が展示されていない。協力できない。無理だと面会した。 南京大虐殺記念館館長に拒絶されたことが中国新聞に掲載された。1999年に広島元水金と広島被弾協は平壌にて原爆展を開催し、被爆被害の現実を訴え核兵器反対を北朝鮮政府高官に直接要求した。平壌市民の原爆展を見ての感想は、 作り物ではないかであり、北朝鮮政府交換の返答は、核兵器は持たないというものであった。2006年11月1日、2日に、広島から、核廃棄と平和のメッセージを発信する、広島国際平和会議2006が開催され、ダライラマが、核廃絶と、世界平和を訴えた。岩間正夫参議院議員、当時、 日本共産党所属は1964年10月30日の参議院予算委員会において中国の核実験について略この旅の核実験によって少なくとも次のような大きな変化が起こおります。略世界の4分の1の人口を持つ社会主義中国が核保有国になったことは世界平和のために大きな力となっている。元来、 社会主義国の核保有は、帝国主義国のそれとは、根本的にその性格をことにし、常に戦争に対する平和の力として大きく作用しているのであります。略と発言をしている、主典、国会議事録。この発言は中立でないとの意見がある。事実、この発言に見られるように、ソ連が核兵器を保有して、以降、社会主義国の核兵器を容認している。 共産党系の執行部に対し、すべての核兵器の廃棄を求める広島市長らを中心とするグループの不信感が募り、1962年の原水爆禁止世界大会ではついに、すべてのに反対の文言が基調報告に入れられず、以後2年の対立の果てに、核戦争の根源である、米帝国主義を日本やアジアから追い出せとする共産党系と、あらゆる国の核実験に反対する。 幅広い運動を個せとする広島市長、社会党、当時系に運動は分裂し、現在に至っている。2004年8月6日の広島平和宣言で、秋葉市長は、米国の自己中心主義はその局に達しています。国連に代表される法の支配を無視し、核兵器を小型化し、日常的に使うための研究を再開しています。と米国のみを批判している。 この発言も中立でないとの批判意見が産経新聞の社説、主張に掲載された。だが実際に CTBT 発行以降で核保有国でこのような計画の実施を抗言しているのは米国民であり当然との声も中国新聞に掲載された。2005年の広島平和宣言では北朝鮮の核に対して言及したが日本の国益を考えて 北朝鮮の核に対してのみ、厳しくせよとの批判を、やはり産経の社説でけた。北朝鮮が核兵器の製造、所有を宣言後の2006年、そして北朝鮮が核実験を行って以降の2007年、2008年と秋葉広島市長は、平和宣言で北朝鮮に言及せずに、2007年の平和宣言では、米国の時代遅れで誤った政策にははっきり、 ノーと言うべき2008年の平和宣言では人類の生存を最優先する半角である多数派の声に耳を傾ける米国新大統領誕生することを期待と当時のブッシュ政権批判や米国の核問題批判の見なしで行う姿勢であったため2009年8月5日の産経、主張やまた読売新聞社説で秋葉の姿勢は批判された 2009年の8月6日の平和宣言では秋葉は北朝鮮の核に言及した。2006年8月9日の長崎平和宣言で伊藤一町市長は逆にすべての核保有国及び保有の疑いのある国の名を挙げて核廃棄を求めた。ここでは核保有7カ国や北朝鮮だけでなくイスラエル、イランにも言及している。抗議、要求、要請。 メッセージなどの表現例があるようである。米国には抗議、北朝鮮や中国には反対、インドやパキスタンにはメッセージなど、一部の団体は対象国によって表現を使い分けているとの意見もある。広島市の場合、核実験、臨海全核実験含むには抗議、核兵器廃棄は要求や要請といった具合に使い分けているのだが、 CTBT 発行以降、米国、英国とロシアくらいしか核実験を行っておらず、しかも実際に実験が行われたことが速報で公開されているのが、米国のみの現状のために、米国に特に抗議が多い。フランス、中国は CTBT 発行後、公的には臨海前も含め核実験を行っていないので抗議されることがほとんどない。また、ロシアが 臨海全核実験を行ったと報道された後、ロシアに対して抗議したことがあるが、これは誤報であったために、ロシアに逆に抗議され謝罪したことがある。ただし、北朝鮮に対しては、核保有宣言以降はすべて抗議であるように、広島市は核実験以外にも抗議を行うこともあり、表現は一貫していない。日本の半核団体には、 核兵器の廃絶運動や核兵器による被爆者への援護の以外に、核施設事故による被爆者への援護、チルノブイリ原子力発電所事故、東海村 JC オーリン海事故、福島第一原子力発電所事故などによる被爆者や、反戦運動などの活動も行っている団体もある。日本の多くの反核団体は、核保有国の言語で発信していない場合が多い。発信していても、 英語という場合が多い。そのため英語圏以外の核保有国には主張が届いていない可能性がある。また、日本の半核団体は世界中で通用する核問題の共通認識用語をカタカナで書くことが多い。例、長崎、チェルノブイリ、福島。一方、公安調査庁によれば中核派や核丸派など過激派が 反原発運動の高まりを後期とみて、反原発を訴えながら、活動を活発化させる一方で、自破の機関紙やビラを配布するなどの宣伝活動に取り組み、勢力拡大を図っている、としている。1955年以来、反核兵器運動が進められてきた。しかし、5つの核保有国は未だに放棄しようとはせず、逆に、インド、パキスタンが核兵器を保有し、 イスラエルが保有疑惑の指摘を無視し続け、検証に需要とせず、北朝鮮が新たに核実験を新たに行ったりと、地球上に核兵器が存在し、核廃絶にはほど遠いのが現状である。ただし、核保有国が核兵器を放棄した例がないわけではなく、南アフリカ共和国が1990年に密かに保有していた核兵器を完全に放棄した。また、 デビアなど核兵器の開発計画を放棄した国もある。ベルギーのように比較三原則を法制化しようとする動きもある。なお、中国は核兵器を増やしている。2002年10月に北朝鮮が核兵器の開発について言及したとの報道があった。これに対して、減水金は核開発に断固抗議する声明を同月発表した。一方、減水卿は 核開発放棄を要求するとした声明を翌年の1月付で発表した。ちなみに北朝鮮は1993年に核拡散防止条約批准破棄を声明している。2006年10月に北朝鮮が核実験の予告の声明を発表した。これに対して減衰金は断固抗議する声明を発表した。一方、減水強は 核実験を行わないことを要求するとした談話を発表した。2006年10月9日に北朝鮮が核実験を行うと、それぞれの団体が一斉に抗議した。広島県原水金、県被団協等中に団体で作る核兵器廃絶広島平和会議は平和記念公園原爆異例碑前に170人が座り見抗議した。 広島県元水橋など8団体も同じく110人が座り込み、核拡散防止条約を無視した暴挙と激しく抗議した。広島県知事、広島市長、広島県内市長も抗議声明を発表し、抗議文を北朝鮮に送った。長崎市は核兵器の真の恐怖を経験した。被爆地は大きな憤りを覚える。 帰国の愚行によって引き起こされる危機的状況を深く、憂慮するとした抗議文を送付。在日本大官民国民団広島県地方本部は、核実験は南北統一の願いを踏みにじる行為と北朝鮮の核実験に抗議声明を発表した。定はじめは事務局長らは組織として平和公園での抗議の座り込みに参加。 理事ツコン在日本朝鮮人被爆者協議会会長は被爆者の願いに反する行動は許せないとする一方で北東アジアに派遣を確立するという米国の狙いを見据える冷静さも必要と指摘する声明を発表た楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください